ジョセフ・ゴーグエン。2004年撮影。ジョセフ・アマディ・ゴーグエンは、アメリカ合衆国の計算機科学者。彼は、カリフォルニア大学サンディエゴ校の計算機科学、工学部門に所属する計算機科学の教授、ジャーナル・オブ・コンシャスネス・スタディーズの編集長であった。彼は、チベット仏教の信奉者で、チョギャム・トゥルンパの弟子であった。1970年代後半から、 1980年代、初めにかけて、コロラド州ボルダーに、トゥルンパが設立した、ナロパインスティチュートで、科学分野の教員を務めていた。ゴーグエンの研究領域は、以下の通り多岐にわたり、などに取り組んでいた。彼は1997年に、トッシング・アルジェブレック・フラワーズ・ダウン・ザ・グレート・ディバイドと題した、その時点までの自分の仕事を解雇する文章を、発表している。 その標準的な願意は、しばしば、ゴーグエン願意と呼ばれる。ヨゼフエゴーグエン、A カテゴリカルマニフェスト、http コロンスラッシュスラッシュ CITESEERX.ist.psu.edu スラッシュ VIEWDOC スラッシュサムマリー、ドイコール10.11.13362など、ありがとうございます。